お前だよ、前食い改めんのよ。何が食い改めんの。じゃあじゃあ、あなたじゃあ親がいない人間にさ、お前お前の方がよっぽどレーシストじゃん。女の子もじゃあ仲良くしようぜ。レーシスト関係ない。同じもレーシスト。変わんじゃねえよ、多分タブは見えないよ。お前何のためにやってんだよ。いや、個人の自由なんだ。自由じゃねえよ、お前他人の自由よ。お前の頭の中でやってる分には自由だけどな。解散でいいよ、解散。だから、何やらしもんだったんだよ。えぇ、ー、おもちゃで被ると怒れた。おい、クソが、ほら、おめぇ、なんだよ。あらましたですよ。お前さしてんだろ、お前さしてんだろ。あれじゃん、お前さしてんだろ。後ろ大勢でやっていなくてもやってるじゃん。お前らが、商店街の人はどこ、まあ、それ行くよ。ふざけんな、二度としませんっつって。いや、ふざけんな、ね、じゃあそれどうするってんだよ。じゃあお前、重々弾き持って何か突きつけるっつんか。何が弾きだ、大げさなこと言ってんだから、バカ。いや、ほんと、弾きだからって言うんだよ。いつまで妄想口にしてんだ、この口が。口がお前だ。お前だ、バカ。病院入る。お前らが日本のクソな部分代表してきてるんだよ。じゃあ僕は解散する。そうだ、じゃあ解散すればそれで済むんだよ。じゃあ以上です。以上ですよね。おい、どこ行くんだこんな。ランジョいいよ。いいタコってね。あの、帰る帰るって言ってるから。お前何が面白くてこれやってんだ。僕は、まあ、そう、口内炎できてんだろ、ちゃんと野菜ジュース飲むのよ。すいません。お前の人生がきっと、俺が想像するんだよ。もっと面白いこと見つけろ。お前さ、よくもさ、なんかあれだな、佐藤、偉そうな人生生きてんだろうな。お前だよ、お前だよ、お前だろ、バカ。歩いて行こう、何言ってんだ、お前。行こう、どこ行くの。別に、おい、あなたたち金魚の糞みたいにくっついてきたっていいんだぜ、逆に。あ、行くよ。お前、行くよ。